こんにちは、ナクタのレイです。今回ですね、この夏発売されたナクタの新作ハットについてご紹介していきたいと思います。こちらのハットですね、カラーリングが結構変わってて可愛い帽子です。3色ありますね。そうですね、つば裏が表の生地と色が違ってて、はい、普段ハット先輩入りますか、やってるあ厳しいそんなキャラでしたっけそうですね、ちょっと普段ねハットかぶる方もなんか結構ねなんか悩みがあったりとか、まあ、日差し対策がメインな理由でかぶることが多いかなと思うんですけど、紫外線対策に振り切っちゃってるとあんまりイメージと合わなかったり、なんかどうしてもちょっとかっこよくは見えない感じになっちゃうことがあると思うんですけど、まあ、そういう、ね、悩みを解決するためになんかこうデザインされたハットでもあります。そうなんですよ、これは本当に綺麗な丸でどこから見ても綺麗なシルエットになるように作られてます。ハットってまあ結構、まあ、種類にもよるんですけど、まあ、頭がこう平らになってるやつも結構あるんですけど、これは結構もう本当に丸球型なので、基本的に髪型ってまあもう球じゃないですか、丸っぽい、まあ、それを崩さないっていう意味でこのハットはおすすめです。自転車乗るときも結構便利で、自転車乗るときってまあ風で飛ばされちゃうとか結構心配するじゃないですか。これ紐がついてるので、まあ、しかも簡単にね片手で調節できるので、これはもう本当に自転車乗るときはすごく便利だな。まあこれ取り外しもできるんでね、まあはい、いらないときは外してもらうこともできます。やっぱさっきおっしゃったんですけど、つばの裏が違うんですけど結構明るめの色にしてます。やっぱハットってこうつばが長ければ長くなるほど顔周り結構暗くなっちゃって、暗い印象になっちゃうんですけども、これ結構明るめに作られてるので顔周りも明るく、あ、そうですね、そういうことも考えて作られてます。あとはもうアジャスターもついてて、サイズ調整、微調整、はい、そうですね、これもワンタッチで調節できるので、しかもゴムなのでかなりきつく縛れるんですよね。ピッチしてた方がいいですね。そうですね、もう完全に頭にフィットしてくるので、まあ、風にも飛ばされにくいですし、まあ自分好みのサイズに調整しやすいっていうところがあります。あ、そうですね、まあ普段使いもできるんですけど、どっちかというともうアウトドアでも活躍できるっていうところが結構メインかなと思ってて、あ、そうですね、生地もポリエステル素材使ってて、まあ、水も弾きますし、ちょっとの雨ぐらいならね全然これでしのげるかなって思います。軽いっていうのもかなりポイントですね。折りたたんで持ち運ぶこともできますし、本当に気軽にすごいアクティブな場面でもかぶっていただけるかなと思います。つばの長さなんですけど、まあ、6.5 センチっていう長さなんですけど、短すぎず長すぎずっていうところで作ってて、でなんかあんまり長すぎるとやっぱり風でバーって、まあ、飛ばされちゃったりとかするので、まあ、その風の影響を抑えつつ、かつまあ紫外線をこう防げるぐらいの長さに、はい、そうですね、首周りも隠れるぐらいで、でも風の影響を受けずにっていう ちょうどいい長さをこう採用してます。今回帽子かぶる上で大事なのはこうお手入れなんですけど、やっぱりね正直めんどくさい帽子かぶる上で、まあ洗濯っていうのが、でもこれ結構もう手洗いでいけるので、本当に水でジャブジャブ洗っていただけるので、一応大丈夫、中性洗剤でまあちょっと薄めてもらって、でまあもうジャブジャブ洗っていただいて、でまあ、あとは陰干ししていただいたら簡単にお手入れできます。洗濯もそうですよね、やっぱり夏はね、うんうん、そうですね、ちょっと干すときだけ形整えてもらえれば、はい、全然形崩れることもないので、うん、すごくおすすめです。はい、じゃあ今回はナクタの新作ハット紹介してきました。はい、ありがとうございます。概要欄にリンク貼ってますので、皆さんぜひ見てください。それじゃあ。